ね人いなくなってよかったです。ここ。ここにいたんだ。そう、ここら辺。ネットが貼ってある。でしょ？撤収させられたんですよ。ここでもダーリンに来たの。はい。車止めるの。ここか。あっち。ですよね。それがね、もう今全部有料ですからね。全部有料です。無料になってしまう。無料ないですね、今。あ、そうね。どんだけっていう感じですけどね。昨日すごかった人。あ、本当ですか。今ね観光客多いんですよ。でも日本の人いないでしょう、ね、日本語全く聞こえないですもん。悲しくなるぐらい聞こえないですよ。韓国だろうな。日本人いや本当そう、あのね韓国の人多いですね。言葉でわかるけど、あのホノルルとかでもびっくりする、あ、そうなの、うん、日本人かなって思うとねやっぱりハングルなんですよね。うわ海すごっ、うん、見てるの。いやもう絶好のお仕事日和です。あとあの所有権と借地権のお話しなかったですけど、あのコナは借地権ほとんどないんですよ。なのであの割愛してしまいました、はい、借地権ここと、あと、まあ、コンドミニアム、あとねコーヒーファームのついたちょっと山側の家は結構ありますね、うん、っていうのがそのもともとそのあのなんていうんですか、ハワイ王国時代からの歴代のそのコーヒーファームとしてのその大地主さんがやっぱりリースしてるっていうね。これ波乗り無理だからなんかさ言っちゃ悪いけど、なんかこうニュージャージーから来ましたみたいな子だったよ今、うん、ニュージャージーの人に失礼なこと言いましたけど、いやすごいわ。ここもババカンプだったのにね。ねえ、いろんなものがどんどん変わってっちゃいます。ジャックさんと一緒に写真撮ったわ。本当ですか、ジャックさん。ジャックさんも古いよね。ねえ、ジャックさんは変わらないんですけど、あそこはこの後ろのパパコナって今なってるのがやっぱずっといろいろ変わっていくんですよね。3年ごとぐらいに。ほら今日やってるでしょ。本当だ。週3日ぐらいなんですよ今ここの、あの、そうなんですよ。昨日撮った時に何にもないからなくなったのって思いますよね。そうそう、あるんですよ一応。ここのパーキングも全部有料です今。有料、うん、何もかもびっくりですよ。これのここのパーキングの、あの向こう側、うん、もう全部有料になってます今。このこの P っていう Pay Here っていうのが、そこら中に Pay Here Pay Here Pay Here って書いてますよ。有料だで有料だで金払えおらって言ってます。昔はここの角ここだけが有料、そう、その向こう側は無料だった。でしょでしょ、そうなの、全部ですよずっと。これどういう払い方わかんない。センサーもわかんない。見てください。もう一回作っときます。じゃあもう一回作っときます。あのねペイヒアってとこでなんかこう見ると、あ、もう一回やりましょうね。あのそんな難しくないです。でも高いです。うん、なんか1時間2時間でなんか10ドルとか、うん、いや違うな、忘れた。1時間で、そう、ああいう人たちがね日本人じゃないんですよね。まあファッションで分かりますけど、失礼失礼。こういうこと言うとなんか、ジングルする人の気持ちが知れない。いるんですよ。いるんですね。怖いんですよインターネットって、いやー風すごい、波もすごい。ここね、もうこうなんかこうなーって感じでね。この教会良かったね。この教会 ね素敵ですよね。もうハワイで一番古い最初のキリスト教教会。息子にここで結婚式したって言ったら、うん、オアフがいる。聞き分けのないやつめ。ハワイ島まで行かん。は
あれだね、お友達とか呼ぶのにじゃないですか。そう、まあ、お友達もね、家族です。で、結局でも息子は全部で60人で、あの大型ロザイアン、すごい、ハワイでそんだけ、うわすごいすごい、それはすごいわ。びっくりされて、向こうにハワイ、すっごいどうでもいい余談ですけど、もう30年前に私最初の結婚、うん、30年前じゃない、20年ぐらい前、サイパンで5人ぐらいでしたね、5人ずつぐらいな感じ、うん、でできるからいいやってみんなこう海外でやってましたね当時。今どうだか分かんないですけど、何人かわしの最後のハワイやから、おじさんおばさんたちはね、もうこれがこの機会じゃないから、確かに確かに確かに、メイドの土産に行っとくわみたいな、そういう人は長いですね。そうね、あるあるですね。私が行った時のハワイってびっくりするぐらいの写真見せてくれたね、ピコマさんが。それはさ、パンナムの頃やから。初めて行った時のもうワイキキビーチがこんな、なんかすごいローカルやったから、おここもすごい人ですね、クイーンズと。美味しいクイーンズ、まあ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 、まあまあ、フィッシュ&チップスが結構美味しいです。コナプリは場所変わりました。同じです。あれ？じゃあ違うか。通った道が違う。いや一緒。あそこのとこがだから再開発されて、ここ3年ぐらいで、最後いらしたのいつですよ。5年前。あ、じゃあすごい変わった。今ちょっとふわっと通りましょうか。うん、ふわっと通ります。多分全然違ってると思う。じゃあ今からちょっとあの新しいインダストリアルエリアのあたり、こっから見ると一応こっち見てないでしょ君、ね、こっから右手見てるとブルーパブ見えるんですよ。あと徒歩の人は金亀から行けるようにここら辺にね、この階段もできたんですよ、うん、でここにタンクがあるんですよ。ですけど車でのアプローチしますね。そうなの、そうなの。ここもそう、これもそうなんですけど、でここなんかお店できるのかと思ったらできないんですよね。であのウメケスってあの苔屋さんがあのホリデーインのところからここに移って、でここから今から行くところに移ったんですよ。あのポケ丼がね3000円とか、なんかもうなんかびっくりするような値段で、もういらないって言いたくなる。なんか KTA 行ってなんかポケ感からいいよみたいな感じ。はい、ここですね。この辺りが今のなんて言うんだろう、結構ホットなエリアで、すごい変わったんですよ。変わってる。あの夜とかすごい、もう駐車場なくなっちゃいますね。開発されて、ちょっと先です、うん、すごいね、すごいでしょ、びっくりでしょ、びっくり。ここがあの何、ウィリーズホットチキンとか、うん、ラーメン屋の塩野さん、日本食屋さんとか、うん、その正面がブルーパブです。コーナーブリュワリー、あそこですね、オレンジの。本当だ、びっくりでしょ、びっくり。そう、何もなかった。そう、昔の、うん、道が変わってる、うん、じゃ ここ自体が何もなかったのに、こんなにいっぱいいろんなでしょ、うん、ここ結構美味しいですよ、こ恋しくなったら日本食が、あの塩野さんって、あのそう塩野さん、 あっちの塩野さん潰れました、潰れましたっていうかクローズしました。あそうなんだ、ここしかないんです今。あの KTM のところで食べたよ、和食、うん、私あれ私食べないです。いやいや、あの慶応ショッピングセンターの健一さんのお弁当美味しいです。あと美味しいお寿司はあの金亀の麓にあるサムさん、寿司サムは結構、あんなとこにお寿司屋さんあると思う、うん、サムさん美味しいです。すごいな、すごいね、すごい、
なんとかとかいろいろあって、こんなところにね、でもあんな洒落たなんかブリュワリーできちゃったんだって感じでしょ、ね、これ右手のこの傘がある、ここなんですよ、ここなんです、これオーラブル、うん、ここ、うん、すごい、以上です。いいや、レンタカーですごーい。もうすぐ空港じゃないですか。その空港の手前のね、信号左側に行く人なんて誰もいなかったと思うんですけど、そこにねガソリンスタンドできたんですよ、松山さん。ほら今見えてきたんですけど、そこびっくりですよ、レンタカー返すのにここだねっていう感じですね。これは儲かるでしょう、そこ。すごい人だったし、バスに乗るのもなかなかでね、ここのもうこう山側に行く幹線道路がもうコスコの道かここかぐらいしかないんですよね。だからね、事故とか起きちゃうともう大変なの、もう迂回が、迂回がね、うん、そう考えようよっていうぐらいね、すごい海見の2ドライブでございます。ここ沿いにもね、結構うわーっとこういろんなサブディビジョンがあって、80年代ですね、開発されてったの、結構新しいです。新しい、うん、プルメリア畑、そうそうそう、最初からあるですよね、私たちうちのプルメリアの鉢が8個です。おお、車種とか、あとは、まあ、何しろ路駐の数ですかね、路駐禁止のところとかは当然治安がいいし、路駐の恐ろしさって要は誰の車か分かんないよねっていうことなんですよね、誰だか分からない人が家の前に止まってるっていう。やっぱりね、あのポンコツ車乗ってるのかランボルギーニ乗ってるのかっていう感じで、やっぱり車種でもね、結構そのサブディビジョン隣が見えてきますね。コンドミニアムだったらやっぱり駐車場とかですっごいわかるし。まあ日本でもね、そうですよね。この辺ぐらいまではね、結構暑いんですけど。だいぶこれで標高上がってきました、うん、でもね、これてっぺんまで行けば、あ、雨？お天気雨みたいな、
これてっぺんまで登ってきます。この辺はね、幹線正直言うとちょっと音うるさいです。やっぱりあのみんなガーッとこうアクセル踏むんで、でね、この枝分かれして左右にこう道があるんですけど、中に入っていくと隠れた名品が、隠れた名店があったりします。これから行くところも、え、こんなとこなのっていうところにあるから、すごいバリューなんですよね。いわゆるこうなんか本当周りがみんなさっきみたいな高級ね住宅街っていうか、セキュリティゲートで囲まれてるわけではないので、すごいでしょ、ここ。ここやっぱり新しくないんですよね、でもね。1980年代からなんで。このパリセーズは結構古いところなんですけど。まあ、止まるのか止まらないのか悩んでたよね、今。曲がるのか曲がらないのか。男性の仕事です、グリル。つい最近もご紹介したこちらの美しい邸宅でございます。この間ね、この枠は何って言ってたけど、私よく見たらね、これマーフィーベッドなんですよね。これ収納ベッド、パタンってなってる、パタンって収納できるやつです。失礼。と素敵よね、ここね、素敵でございますよ。なんだっけこれ、ターキーなんとか、アボカドが乗ってるターキーとね、でこっちがローストビーフ、これがターキー BLT です。はい、シェアします。どうぞどうぞ召し上がれ。むちゃくちゃ忙しいです。ちょっとサンセットタイム、これはすごい。ちょっとまだまだ帰れそうにないです。よし、もうちょっとしたら沈み始めたらまた見に来ます。何しろ忙しいです。あと1時間以上帰らないです、帰れないです。はい、なんかお祭りみたいな音がするよ、遠くで。なんでかわかんないけど、はあ、
風が止んできてすっごい綺麗ですね。今日はすっごい風でした。まだ風吹いてるわ。あらあら沈んじゃう。雲の下に沈んじゃいそう。ん？雲の下に出てくる。出てくるね。おお面白い。これはこれで面白い。こんなに早く動くんでしょうね。Shadow in the dark left me with a burning heart。 今日はね、私の目にはあんまりちょっと緑に見えなかったですよ。最後の本当にちっちゃい爪楊枝の先ぐらいなのがちょっと緑だっただけで。はい、というわけで仕事に戻ります。今日はまだまだ仕事です。出張できてますからね。はーい、頑張る。太郎、太郎のために頑張るよ。お母さん出稼ぎじゃい。お疲れ様です。誰もいなくなった。働く角には福来たる。ノリノリで仕事してます。イエッサーワッサー。皆様また明日お会いしましょう。ちょっと折に触れて
今話したいこといっぱいあるんですけど、いいことがたくさんありすぎてヒューヒューな感じなんですけど、ちょっとクライアント様のプライバシーに関わっちゃうとあれなんで、また秘密にしときます。ではでは、また明日。良い一日を。